リソナホールディングス、関西未来、フィナンシャルグループ。関西未来銀行株式会社関西未来銀行は、大阪府大阪市中央区に本店を置く、関西未来、フィナンシャルグループ参加の地方銀行。2019年4月1日に、近畿大阪銀行と関西アーバン銀行が合併して誕生した。関西未来 FG 全体の主な出資構成等。 関西未来銀行の銀行法上の親金融機関等にあたるリソナホールディングスはスーパーリージョナルバンクの創造を目標に掲げたリテールバンクとして事業を行ってきた。とりわけ関西地区におけるスーパーリージョナルバンクの構築はリソナ銀行の前身である大和銀行の時代より山戸銀ホールディングスの設立と奈良銀行や大阪銀行の子会社化などといった形で 行われてきたものであった。一方で、発足前の2017年当時、関西アーバン銀行及び港銀行の親金融機関等であり、日本のメガバンクの一行でもある三井住友銀行や、その金融持ち株会社である三井住友フィナンシャルグループにあっては、バーゼル3などの国際的な金融規制の対象となっており、その規制強化により、資産の効率化による、 資本効率の向上が最重要課題となっていた上、ゼロ金利政策の継続で利ザやが縮小している上に、人口減少で融資や手数料収入の増加が見込めず今後の先行きが不安視される地方銀行を参加に抱えることはリスクとなっていた。こういった問題がある中で参加地銀2行を売却し、自己資本比率を0.5%程度引き上げるなど、 この課題をクリアすることが求められていた。さらに、持ち合い株式を放出することで、コーポレートガバナンスの改善を図るというメリットも、あった。このような中、三井住友銀行及び三井住友フィナンシャルグループは、2013年から2014年に、かけて、島根県に本店を置き、山陰地方を地盤としつつ、兵庫県及び、 大阪府への進出を模索する山陰合同銀行に対して港銀行との経営統合を持ちかけるも誇示されるなどしていた。また、関西アーバン銀行においても、ビワコ銀行との経営統合以前に奈良県奈良市に本店を置く南都銀行の豊富な預金料を当て込んで経営統合を持ちかけ、統合後の名称をドホールディングスとするところまで合意に至っていたなど、 三井住友フィナンシャルグループの移行のみならず、各校においても、地銀再編にコミットしようとする動きがあった。こうした経緯もあり、関西地区でのグループの規模を拡大を求める理想なホールディングスと、参加地銀の早急な切り離しをも論む三井住友フィナンシャルグループの利害が一致したことから、両校の参加にあり、関西地区に本店を置く。 リゾナホールディングス参加の近畿大阪銀行及び、三井住友フィナンシャルグループ参加の関西アーバン銀行並びに、港銀行が経営統合し、関西未来フィナンシャルグループを創設すること、そして、同 FG 参加の近畿大阪銀行と、関西アーバン銀行が合併することが決定した。2017年9月26日、 リソナホールディングス及び経営統合予定の産業が経営統合の最終合意に至る。合わせて各社より関西未来フィナンシャルグループ発足後の組織形態等の見通しが示され2019年4月に大阪市中央区に本店を置き大阪府内で営業エリアが大きく被る近畿大阪銀行と関西アーバン銀行の両行を合併させ 関西未来銀行を発足させることが公表された。2018年4月1日、当行の親金融機関等にあたる関西未来フィナンシャルグループが設立される。2018年10月22日、関西未来銀行の発足に先立ち、両行がページに重複することを避けるため、近畿大阪銀行と関西アーバン銀行の、それぞれにおいて、一部支店の店名及び店番の、 変更を実施。2018年12月19日、2019年4月の発足を前に、東高の初代代表取締役社長に、関西未来フィナンシャルグループ代表取締役社長の菅哲也が就任することが報道された。2019年1月15日、近畿大阪銀行と関西アーバン銀行がそれぞれ合併に伴うお知らせを公表。 2019年2月26日、関西未来銀行発足時の新体制が公表される。2019年3月29日、金融庁より近畿大阪銀行と関西アーバン銀行に対し、銀行法第30条第1項の規定に基づき、両項が合併し、関西未来銀行となることについて認可した旨が公表される。2019年4月1日、 関西未来銀行が発足し、大阪市中央区の本店で発足式が開催される。発足と同時に、旧関西アーバン銀行参加の関西アーバン銀リース株式会社を関西未来リース株式会社に、旧近畿大阪銀行参加の近畿大阪信用保証株式会社を関西未来保証株式会社に、称号を変更したほか、旧関西アーバン銀行参加の 株式会社関西クレジットサービスが個人ローン部門信用保証業務を関西総合信用株式会社に吸収分割した上でリソナカード株式会社完全子会社となりリソナカードに吸収合併された旧近畿大阪銀行及び旧関西アーバン銀行の両校の環状系システムの統合を2019年10月15日に実施したこれにより 同行のすべての店舗 ATM で同社の通帳の利用及びキャッシュカードを利用した入金が可能になった。なお、システム統合後は旧関西アーバン銀行の通帳は合併後窓口では一切の使用ができなくなり来店時に窓口での切り替えが必要となる。関西未来銀行の発行済み株式のすべてを保有する関西未来フィナンシャルグループは 自社の発行済み株式の過半数をリゾナホールディングスに保有されている。銀行法施行令大市場の2の2及び同、大市場の2第2項並びに、銀行法施行規則第14条の7の定義するところにより、銀行法第13条3の2第2項に基づき、関西未来銀行はリゾナホールディングスの古金融機関等に当たることとされる。これについて、ロイター通信は、 大手銀行参加の地方銀行が系列の垣根を越えて統合することは珍しいとコメントしている。なお、神戸市に本店を置く港銀行については関西未来銀行には加わらず県民銀行としての経営に徹するとしている。これについてリソナホールディングスの幹部の一人は港は形式的には関西未来に加わるが 勝手にやらせてもらうと言っているようなものであるというコメントを月刊ホックタの取材に対して残している発足時に取締役社長に就任した菅哲也はお客様の成功、地域活性化に全力を尽くす覚悟。なくてはならないと思ってもらえる銀行を目指す時代の転換期で銀行のあり方そのものが問われている。関西未来銀行の存在感しっかり示せるよう。 サービスを届けていきたい等とコメントした。同日より、関西未来銀行発足を記念した合併記念定期預金が発売される。関西未来銀行会社概要2020年8月3日、閲覧2019年4月に銀行の合併が行われたが、スイフトコードについては、同年10月15日のシステム統合まで合併前の給料項のものを使用していた。 合併に関する Q&A 合併に関するお知らせ関西未来銀行2019年4月10日閲覧 ABCDEF 関西未来銀行が発足厳しい環境結束地域残り2019年4月4日確認 ABCDEF 関西未来銀行が発足地銀二行合併で2019年4月4日閲覧関西未来銀発足 なくてはならない銀行に、日本経済新聞、2019年4月3日閲覧。AB 関西三地銀統合、新名称は、関西未来 FG から社長に、リソナの関市、2017年10月28日に近くに、銀行法銀行法施行令は2019年2月14日、 確認銀行法施行規則2019年2月14日、確認 AB、ビハインドザカーテン金融の舞台裏理想な、メガにはならない、次の再編へ、立つ、金蓄、日本版、スーパーリージョナルバンク構想の巨、巨実、実、スーパーリージョナルバンクの構築、関西金融会案定への努力、ABCD メガバンクを脅かす、激悪浮上、三井住友銀。 参加地銀の放出を余儀なく2017年10月29日、閲覧 ABCD、預金が溢れ返る三井住友銀、重大な決断で地人切り捨て、容赦ない銀行再編2017年10月29日、閲覧 AB、関西未来旧大和に押し付け2018年2月2日、確認 AB 東海東京、高木証券を TOB で、 買収中堅金融で再編を相次ぐ配信日に確認。ビハインドザカーテン金融の舞台裏関西産業、譲れぬ比率、三井住友、持ち分法に、個室2017年3月18日確認。関西金融乱世再び産業統合、再編予備水に、新金、業務効率化で対抗。ハット AB 関西アーバンイン、港銀、近畿大阪銀の産業統合を、 競技イコール関係筋配信日に確認18年発足の関西未来 FG 統合効果は不透明に2017年10月29日閲覧三井住友関西の日銀を売却へ最終調整関西3つの地方銀行が経営統合を検討配信日に確認三井住友リソナの関西三地銀来春統合で大筋合意、ハット ABC 関西未来 フィナンシャルグループの創設2017年10月29日、確認 ABCD、関西地銀産業、個人資産運用に、重点、統合合意、信託、不動産、理想な強み、地盤強化に、不月用、関西未来 FG 箱子産業連携、実力は密数、本店所在地、妥協の選定店名、店番変更のお知らせ関西未来銀社長に、 関哲也氏持ち株会社トップが県務配信日に確認関西未来銀行社長に関市配信日に確認関西アーバン銀行との合併に関するお知らせ公表日に確認合併新銀行の組織体制の概要について2019年4月2日確認銀行の合併認可について公表日に確認関西未来銀行発足銀行のあり方と言われている 配信日に閲覧未来始まるキャンペーン2019年4月4日閲覧子会社の称号変更に関するお知らせニュースリリース関西未来フィナンシャルグループリソナカードと関西クレジットサービスの合併等によるクレジットカード会社の再編についてニュースリリース関西未来フィナンシャルグループリソナカードと関西クレジットサービスの合併等による クレジットカード会社の再編完了に関する、お知らせニュースリリース関西未来、フィナンシャルグループハット ABCDQ、関西アーバン銀行店舗でお取引のお客様へ、システム統合に関する Q&A ハット、関西未来人、信託県への認可取得。日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル。 ジャックススコード 2581R0V20C21A300 万2021年5月18日閲覧ありがとうございます。